波。こんにちは、悪質のついです。今日は、先日、平安の御の市に行ってきました。でその画像に関しては、別の、ところでご紹介していますけど、今回そこの平安の御の市で買ったものを少しだけですけどお見せしたいと思います。少しだけというか、ほとんど全部ではなかったんですけど、大体買ったものを今回ちょっと並べてみました。どうでしょうか。多分前回もつつい爆買い動画みたいな感じでなんかわけのわからんことを説明させてもらいましたけど、今回もちょっと飲みの市っていう場所なので、いろんな出店者さんが出られているので、いろんなもの、日本のもの、外国のもので、あともうガラスであったりもいろんなその素材のものもあるんですけど、いろんなところが固まってくるところから物選びをするっていう、これがすごい私は好きで、月に1回ぐらい、結構本当に京都はこの骨董市とかっていうのが非常に盛んなので、京都に結構よく行ってます。月1回はちょっとあれかもしれないですけど、時間があれば飲みの市探して、足を運んで、でそこで見つけたりもしていってます。で今回これなんか本当にバラバラなので、こうどう説明しようかなっていうのもあるんですけど、どれが気になりますでしょうか。タタ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 タ、まずじゃあ私好きなこういうハケ道具、もうこれじゃあ何がっていう、これもまだ前回の動画のところでもあったんですけど、なんか絨毯をやる道具とか、じゃああれ作りますっていうと多分みんな引いてしまってましたけど、これも決して作るわけではないんですけど、こういった昔のもの、これでも手仕事なんですけど、こういうふうに紐で結ばれているものの跡とか、跡というか手仕事の跡っていうのもすごくあったりしますし、やはりすごく丈夫なんですよね。今のほうき、いろいろ安いものたくさんありますけど、これかなり古いもの、ほうきというかこれはけですけどね、こういうものに関してもすごく古いものでもしっかりとまだこういう形で残ってますし、こういった形もそうですし、こういう手仕事の跡とか見るのがすげえもうここで何か商品企画っていうことではなくても、ここにすごく楽しさというか時代を見てしまうという感じで、私はこういうものを集めたりもしています。これも安心してください、悪質でこういうの出てこないとは思いますけど、出てきたらついこれだったなっていうのでまた言ってくださいお願いします。こういったもの、あとはもう本当にこの中でいくと、こういうちょっとプラスチック、あんまり今ね、プラスチックのものっていうのは僕らの商品ではアクセサリー作らないんですけど、こういう色物のものとか、あとこれがXスタンドですね、卵を乗せたりするようなものだと思うんですけど、形もいいし色もいいしっていうので、これ多分ね、私も今さっきちょっとこれ何をこう買ってるのかなって思った、私多分視点的、考え方的にやっぱお店、アクスナーフ、アクスクラシック、お店も持ってますけど、お店でどう陳列するか、これ私物なのでお店に並べるわけではないんですけど、なんかお店に並べたらこういう色があったら面白いなとか、こういう重機の上にこういうディスプレイをしたら面白いかなとかっていう、そういう視点でなんか物を選んでるんだなっていうので、改めてそういうふうにちょっと今回説明しようと思った時、バラバラすぎてこれが何かっていうことではないなというふうに思いました。でも本当に一つ一つそういうお店で並べて、どこにこうディスプレイしてっていうようなイメージで、例えばこう販売1個ものが売れたらこれじゃあ何でもいいやっていうわけでもなくて、結構本当にそこのバランスとかっていうのも一つ一つこの空間というか物を置く場所によって組んでいくのがすごく好きなので、買う時になんかそういうイメージがいつも多分あるんだろうなと今自分でこう喋りながらちょっと思っています。であと今回買ったもの、全然ちょっと話がまたバラバラですけど、こういう土物とかこういう陶器系のもの、私のことを知っている方は筒好きそうやなって思います。これはドイツの、結果でいろいろ調べてもドイツのものだったんですけど、ドイツのこういったボール、今回平安の御の市で、一番最初に多分買ったものだったかなと思いますけど、何かもうこれも
何がいいというか、こういう土物の古いもの、19世紀でも18世紀でもヨーロッパの古いものすごく好きで、家に集めてますし、もうやっぱりアクシスでヨーロッパで買い付けがメインでやってるんですけど、昔からそういう買い付けして、イギリスとか、ヨーロッパで買い付けするとやっぱそういう古いものに手が伸びてしまっていて、じゃあ今お店それが果たして売れるのかっていうとなかなか売れないので、私は今買い付け禁止条例出てますので、お店の仕入れには手を出さないようにしております。で、私は自分は自分で今集めているということになっております。皆様にはご迷惑をおかけしましたので申し訳ございませんでしたそれは置いといて、私は、あと他にはこういったガラスのものも買いました。これすごく、これどこのものなのかもちょっとわからないんですけど、すごく形がどう作られているのか、型物だと思うんですけど、下の土台はすごくこう雑に厚さが違っているのに、こう型が成形としてすごく、成り立っているというか形になっているっていうのが、これも今ガラスのものをいろいろ作る中で、最近本当に、ガラス製品のものも買うことが多くなってます。これもあれですね、アメリカの、パレックスの古い70年代ぐらいのものですね。これ多分デカンターか何かで、ワイン入れたりだとかするものだと思いますけど、こういう綺麗な中にこういう装飾、なんかアメリカっぽいなっていうのもあるんですけど、こういうポイントもすごく楽しいなと思ってます。あとはもう本当にモールドのこういうカナダの、これも調べてみたらカナダのものだったんですけど、こういう、これも飾り物ですね。ガラスの型もかなり重たいんですけど、こういうようなものとか、なんかいろんなその技法というか、ガラスやっていく中でいろんな作り方があるので、私もちょっとまだまだ勉強不足なんですけど、こういったものを見ながらどう作られているのかとか、あとこれはどこのものなのかっていう、なんか細かい文字を見ながら調べていくと、その年代のものとか、その年代の国で何が起こってたのかなとか、なんかそういう時代背景もこの1個ものを買って調べるっていう行為で見えてくるので、そこもなんか物集めの楽しいところかなっていうふうには思ってます。あとはもう本当にこういうなんかこういうの何に使うんやって言われたら何に使うんやろうなってなってますけど、なんかこれも色とこのバランスの、これが普通の車輪だったら多分買ってないけど、タイヤがこうまん丸の感じだったから多分僕の中ではこれがすごく良かったとか、なんかそういうポイントポイントでなんかものを見ていってるのかなと思います。あとこれは何でしょう、チッ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 ブッブー、実はこれはおそらくブッブーって言いながら、私も違ってたらかっこ悪いんですけど、雪道を歩くのかんじきって言われる、ここに靴を結んで歩くものなんじゃないかなと思うんですけど、元々これ2個あったんです。今回1個持ってきてますけど、これなんかも、もちろん手仕事ですし、これはじゃあどう使うんかなと、壁側にこうディスプレイとしてやってしまうとか、なんかそういうオブジェ的な発想でも面白いのかなっていうので、これは買った一つのポイントでもあります。なんか本当にこれ使う用途と全く違うんですけど、そういうものを自分なりにアレンジしながら、お家のインテリア中に古いものを入れ込んでいくっていうことをいろいろやっていってます。あとはもう本当にもう超ド定番ですけど、小伊万里、昔のこれはもう明治後半、明治初期とか江戸期の後期とかだと思うんですけど、こういう絵付けのものなんですけど、全部これって手書きで絵付けをしていってます。このものに関してはなんかやっぱ転写ってシールでこう貼っ付けて焼いてっていうのがもう今現在どんどんどん増えてきてますけど、これ同じお皿が5枚ぐらいあったんです。私1枚だけ買って帰って、2枚買って帰ったのかな、で今回1枚持ってきてますけど、もう全部同じような絵をその5枚描かれてるんですけど、月が全然形が違ってたりっていうので、なんか本当にこういう手仕事の面白さっていうのもこういう1個のお皿の中で感じ取れるかなっていうので、これってこんなに量産できるのかなって、でもこれ量産するにはすごくスピード感があってすごい素敵な絵だなって、やっぱ絵を描いたりするのもいろいろ考えながらやるのとスピード感ある絵と全然やっぱ違ってくるんですけど、なんかやっぱそういう視点でものを見ると面白いなと
というふうに思ってます。我々もなんか本当にアクシスの商品っていうのも工業製品で量産でたくさん作ってっていうようなイメージ、昔はなんかそういうような形でやってたこともあるんですけど、今徐々に本当に少しずつそのものづくりっていうことに関しても考え方を改めて、数を作るというよりはやっぱりしっかりと皆様に届けた時に何かこう温かさがあるようなものっていうのが届けれたらいいなと思ってます。ガラスコップ一つでも吹きガラスでただ型ではめて、型というか、型ではめて形成していくのではなくて吹きガラスをするとか、一つ一つちょっと手の加えるものを最終工程の中にどっかに入れていければ、そこの部分っていうのが商品に伝わっていくのではないかなっていうので、ものづくりの方はそういう視点でやっていってます。まあ、こうやって古いものを集めていく中で、その人の手っていうのもやっぱここで感じ取れるものもありますし、これもちろんね、こういう現代の素晴らしいものっていうのもあるので、これがどっちがいい悪いっていうことではないんですけど、なんかそういうものを見方して考えていってほしいな。安いから悪いもの、高いからいいものだっていうことでもなくて、何かそこに感じるもの、プロダクトだから、手作りだからっていう、どっちもそれはいいところがあると思うので、そういうものをなんかものを通じてご紹介できたらいいなと思ってます。なんかこういうね、飲みの市みたいなことで買ってきた商品並べて、なんか自分らの商品というかアクシスの商品のことっていうことを照らし合わせて、説明というか思いを伝えさせてもらっていますけど、だけど本当に時代がどんどんこう変わってきていて、やっぱ皆さんもたくさんいいものを見られていると思うので、我々ももうたくさん使って、たくさん買ってくださいって、そのたくさんもう物を持ってくださいっていうことではなくて、一つ一つやっぱり大切にしてもらえるような商品を作っていきたいなと思っておりますので、こういうところからそういう商品企画の方が生まれていってるということで、奥様お許しください。これ前回同じことをやってたので、それ見てない方、そういうそのつながりがあるということで知っておいてください。ので私はこれからもこういう物集めというか、物を買っていくっていうことは、これから商品というかアクセスに対してもいいものづくりに何かヒントになるものが探せれるんじゃないかなというふうに、思っておりますので、この物集めはやめません。おそらく助けてください。やめれませんですね、答えは。なので実際にまた今後こういうものを買って、皆さんにご紹介できる場所があったらいいなと思いますし、あとお店こことは違って、やっぱお店の方もアンティークの取り扱いっていうのをしています。イギリスで買い付け、今度は、スウェーデンの瓶も入ってくるんですけど、スウェーデンからのコンテナも入ってきますし、いろいろと動けない中でも今古いものを、チョイスして、コンテナ入れて皆さんにちょっとお披露目できたらなというふうに思ってますので、もちろん古いものと新しいものとそれぞれの良さ、今日お伝えしたプロダクトのもの、手作りのもの、の良さっていろいろあると思いますので、なんかこれがいい悪いっていう偏りのないように、なんかものを見てもらえたらなというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。なんか今日まとまってるかどうかわからないんですけど、なんかお許しください。お願いします。では、これで終わりたいと思います。どうもめっちゃ簡単。どうもありがとうございます。アクシスの筒井でした。ありがとうございました。